今日の企画は、はい、いっくんの洋服を勝手に着たらバレるのか検証、はい、お風呂に入っているということはお部屋はないということ、はい、急ぐよ。ノックしたら入っていいんだよね、うん、いないからね。あ、まだ綺麗な桃じゃん。全然綺麗ですね。ということで、この洋服たちを勝手に着て、はい、今からいっくん出かけるから、うん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 、出かけようとしてる私たちに気づくのか。出かけようとしてる私たちに気づくのか。出かけようとして私たちがこの服を着てたら気づくのかと。そういうこと。何がそういうことだよ。まゆちゃんが着てても違和感ないのもちゃんと選ばなきゃダメよ。そうだよね。うん。じゃあ、あなたこれね。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、なんかこっちだけど。なんでこんなの買ったのか、ミスト。私よく白着るし。うん、いいかもいいかも。これでこうか。でもさ、裏がさ、こっちも目立つ。ザ・イックンって感じ。裏だけ見せないように立ち回れば、オッケー。多分ならないと思う。じゃあ私はこれね。あの、なんなワンピースになっちゃうけど。ゴロゴロしてるから意外と気づかないんでしょ。なるほどね。うん、それでいこうか。これバレないんじゃない？あっ、あっくん似てるの持ってるから。あ、これはバレない。これは大本命だ。じゃあ、この手を持ってもらいました。なんか嫌いだ。はい、じゃあ、これ着て。ちょっと見て、見て、かわいい。でも、このまま全然ゴロゴロしてていいからね、うん。意外といいかも。あ、赤も入ってた。はい、おかえり。今ですね、いっくんがお風呂入ってる間に協力してもらえますか。いい、オッケー。こんなの持ってるじゃん、くん。ちょっとサイズだけ大きいんだけど、これで普通に過ごしててください。ちっちゃい着物着てる。ちょっと貸しなさいよ、あなた。大丈夫かな、変な感じになってない？大丈夫。なんかね、ジンベエに見える。ジンベエ。隠してます。お出かけの準備大丈夫だな。はい、大丈夫。時間大丈夫？うん。急いでるね。うん、なんか急いでんだね。うん。あの、のんびりお風呂入ってんじゃなくてさ。のんびり入ってないよ。新しい服買った？うん。わかる。いや、見たことない。なんか、ジャンキーが上に貼ってるのってあんま見ないけど。いや、暑いけどさ、やっぱ、おしゃれのためにはね、そういうの、やっぱ暑くても、ちゃんとジャケットとか、うん、買ったよ。どうしたの？え、気のせいかな？何が？何がよ。上も下も見覚えがあるんだよね。あ、爪切りはどうでもよくて。え？あ、いいよ。あの、準備とか詰めていいよ。うん、うん、ほら、時間ないから、うん、
え匂い嗅いでくっせて。いやいやいや、何がよ。いやいや、違う違う、俺汗かいてるからさ。えあんたそんな服持ってた。いや、絶対俺のなんだけど。えあえ今出した俺の。何が服が。どれがこれ。大きさが明らかに合ってねえし。ケツまで行っちゃってるからさ。いや、似合うんだけど。あ、洗濯物も走ったのかな。あ、ごめんごめん。あっちがじゃあ、パンツ間違えたんだ。あー、だからか。うん。あつき。ん？これなんだよ。うん。じゃあ、下に来たよね。肌着、肌着。肌着してさ。それ肌。それ肌だ。肌着じゃねえな。いや、肌着だよ。明らかに今日着てきた服だな。いや、肌着だよ。最近それ肌着にしたかったんだよね。うん。嘘をつけ。どうしたの？向こう向け。ちげえよ。向こう向け。ほらーそれは俺のだ、絶対よ。え、まゆちゃんこんなのよく着てるじゃん。着てる着てる。着てねえわ。お前ら全員俺の。それ今日朝から着てる気がしたけど。そうだよ、イメチェンしよう。朝から俺の服着てる。うん。ああ、うん。え、いや朝からこれ着てる。今出たな、本音が。何が？うんっつったの今。もうそうサイズ合ってないもん。いやいやいや、男の子はワンピースみたいな。やめろ、お前お前お前、伸び伸び。ひっついちゃったみたいだね。え、俺も撮ってみる。あったな、あったな。だってチッ通り過ぎちゃったらもうそれはチッとくんやめて。なんで、うん、あんまりいい言葉じゃないから。そう、いや全然普段これ言ってる。いやいやいや、でも動画の時とかは言わないでしょ。え、じゃあ動画の時なんだ今。いや、そういうことじゃないよね。え、でもそういうことだよね。いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない。あー、なるほど。なるほどとか言ってる。はい、今回の企画の名前、いっくんの服を勝手に着てみたドッキリ。違うね。違くねえだろ。いっくんの服を勝手に着てみた検証。検証。検証です。検証か。はい、というわけで、はい、検証結果は切り替えが早いな。全員バレました。バレた。あー、いや、怒られるかと思ったね。そうだね、意外と怒られなかったし。いや、俺さ、実際これさ、ノーパンで着てるのね。別にそれ絶対怒られるかなと思ったんだけど、あーね、よかったね。意外と怒られなかったから。え、ね、今ノーパンつった。うん。いや、もっと怒られるかなと思ったんだけどさ、ね、ちょっ、ね、直で履いたらさ、うん、上は一応あっちが着とけって言ったの。うん、そう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 。 T シャツも脱ごうとしてたら、洗う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 、抑える。洗うから、抑える。あ、洗うようにする。なすりつけるんじゃない。ちょっと痒いからさ、ちょっと。おい。はい、というわけで動画を見てくれてありがとうございました。ありがとう。インスタもやっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。じゃあチャンネル登録よろしくね。ピコンピコーン。いっくんの方もインスタ